終わりました。はい、今回はですね、読者の方から水と大人っぽさをテーマに、企画が見たいということで、撮影させていただきましたが、長谷川誠くん、いかがでしたか？はい、本当ね、つい1分前ぐらいに終わって、まだちょっとこれ見てください。まだね、濡れてるんですよ、顔が。もうちょっと下の方もずして。そう、下もね見えちゃう、見えちゃう。これはもうあの雑誌で見てもろて、まあ、でも本当にあの、はい、透けちゃうぐらいもうびしょびしょになって、うん、結構エモい撮影になりましたね。確かに思ってる以上に濡れましたね、うん、本当に結構めちゃくちゃ水かけてますね。ちょっと欲しがってたもんね、なんか。え、なんか持ってくださいね。いやいやいや、でもちょっと入り込みましたね。まあそうだね、かけられてこうなんかみんななってたなってたね。はい、はい、私しきりやの苦手なんだけどね、あの台本通りに行かせていただきましょう。そして、10月20日は藤原樹さん24歳の誕生日ということで、はい、藤原さん、今後の目標やファンへのメッセージよろしくお願いします。そうですね、20日で24歳になったんですけど、早いっすね。早い、もうそれこそよ、このメンバーあったのがもう小6とかじゃない？だから11、2とか、もう10年以上の付き合いなので、こうして今の同じグループで活動して、またこうやって、ジュノンさんで連載やらせてもらって、すごい楽しいですし、なんかこれからずっとなんかこの4人はこの関係を続けていけたらなと思いますし、もっともっと煽り場をね、盛り上げていけるように24歳も頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、もうこれはあれなんじゃない、でもこの中でもね、一番付き合い長いから、翔平からなんか、はい、一言を言っちゃいます。ね、うん、まあ、あの出会った頃、福岡にいた頃はもう家とか泊まりに行ったり、運動会とか誘ってくれてたんですよね。え、学校の？学校の運動会とか学校の広島に行ってた。学校マジ？体育祭、体育祭で、小学校の体育祭に来てました。なんで？いつきの友達があの走ってるトラックの隣でそれを追いかけたりもして。まあ、昔はそういう楽しい日たくさんありましたよ。でもね、東京来てね、いつの日かね、あのなかなか一緒に過ごす時間も少なくなって、ご飯もね、ご飯とかいろいろ誘ってくれなくなっちゃったんで、あの24歳を機に、まあ、同い年、幼馴染誘ってくださいよ、藤原さん。今お願いしてんだよ、誘ってくださいって。なんか言ってくれよ。藤原樹、おめでとう。ああ、おめでとうございます。
幼馴染お願いします。ありがとう。はい、ということで、良きところで、それではまた次回お楽しみに。良きところで良きところで